どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日ね、今博多にいるんですけど、さっきまで糸島に行ってたんですよ。糸島っていいところがあって、ちょっと見てください、この写真。すごいビーチリゾートみたいな感じで、あまりに気持ちよくてビール飲んだりしてやってるうちに、今日撮ろうと思ってた動画を撮り忘れて博多に戻ってきちゃったんですけど、今ホテルにいるんですけど、お知らせです。昨日はね、この本、はい、このソングブック5の出版記念イベントで博多でイベントがあったんですけど、誰でも参加できる無料イベント、博多 HMV&BOOKS、 この写真見てください。もう本当にいい写真でしょ、はい、このイベントが繰り広げられて、まあ、興奮、冷めやらぬまま一夜明けて今日になってるんですけどですね、次のイベントも決まってます。あ、ちなみに今博多にいるんですけど、糸島に行ってきたよ、博多今回イベントやったよっていう動画を今ガズ旅動画で編集してますんで、近日公開、 お楽しみにしておいてください。で、この本の出版記念イベントはね、第2弾があるんです。それいつかというと、8月8日火曜日の、平日なんですけど、夜19時から渋谷の HMV&BOOKS で開催です。誰でも参加できます。無料でございます。ぜひみんなウクレレ持ってきてくださいね、ウクレレを。はい、で課題曲をもう発表 しようと思います。8月8日の課題曲発表します。でけ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 っつってもですね、今回の博多ですごいやっぱ良かったなっていう曲もちょっとやりたいなと思ったんで、まず1曲目、あいみょんの愛の花やります。愛の花は今のね、あの NHK 朝ドラの主題歌ということで、昨日もめっちゃ盛り上がったんで、これを課題曲にします。それともう1曲は、昨日もやったんですけど、スピッツの魔法の言葉、これもう泣きそうになっちゃった、みんなで歌ってた、これもやりましょう、渋谷でね。はい、でもう1曲はですね、ユーミンの真夏の夜の夢にしようと思います。だってさ、8月8日って言ったらさ、真夏ですよ。しかも夜19時からですから、まさにこの日にとっておきのもうぴったりの曲じゃないですか。なんでユーミンの真夏の夜の夢、この3曲プラスガズレレといえばガズレレソング、イベントの時は必ずやりますからね、それを課題曲にしたいと思います。とはいえ昨日もそうだったのに、かなりラフにやるんで、他にあのイベントの流れでね、これもやろうこれもやろうみたいな感じでやるかもしれないから、まあまあ一応ね、この本の入ってる曲ですから、みんなよろしくお願いします。ソングブック5、はい。そしてですね、流れなんですけど、昨日ねこのウクレレ使ったの博多で、すごいでしょ、めちゃくちゃちっちゃいのよこれ。これはヴィンテージシリーズです。 G ラボのヴィンテージシリーズウクレレのソプラノの薄レレモデル、ピックアップ付きなんですね。これで昨日ね、あのライブやったんですけど、めちゃくちゃ音良かったんです、びっくりした。はい、これを含むガズレレ G ラボたちのウクレレがただいま大好評販売と、ものによっては予約受付期間の今真っ最中なんですね。概要欄に貼っとくんで、ぜひ G ラボのウクレレ、もうマジ最強の、もうめちゃめちゃいい音するウクレレたちなんで、ぜひチェックよろしくお願いします。ということでおさらいですよ。8月8日、19時から渋谷の HM&VBOOKS で無料、誰でも参加できる無料イベント、この本の出版記念イベントやるよ。はい、課題曲はあいみょんの愛の花と、スピッツの魔法の言葉と、ユーミンの真夏の夜の夢プラスガズレレソング、盛り上がろう、今から準備しておいてくださいね。誰でも参加できるけれども、この本を HMV 渋谷で買ってくださったり、あの電話のね取り置きもできるのを買ってくれると、前の方にあるね椅子の席に優先的に座れるということになってますんで、あと本にサインしますよというチケットが付属してますので、ぜひよろしくお願いします。詳細は概要欄に貼っておくんで、よろしくお願いします。そんな感じで博多の街中から、本当は糸島からお届けしたい動画だったけれども、あまりに糸島が気分良すぎちゃって、急遽こんな風になっております。はい、そういうわけでですね、九州博多を堪能しましてですね、明日、また南信州の方に戻っていて、日々の活動にまた戻っていきますよということでございます。はい、ウクレレも G ラボウクレレもよろしくね。そんな感じで、暑いけどね、もう博多も超暑いんですよ、湿度が高い。だけどまあ熱中症に十分注意して、楽しい夏をエンジョイしていきましょう。それでは皆さんごきげんよう、バイバイ。